マーティン・バン・ビューレンは、アメリカ合衆国の政治家。第十代国務長官、第八代副大統領、第八代大統領を務めた。オールド・キンダー・フックの愛称で呼ばれた。最初の独立宣言署名後に生まれた大統領であり、最初のヒアングロ・サクソン系の大統領であり、第一言語が英語ではなかった、唯一の大統領。民主党の最初の主催者でもあった。 バンビューレンは再選を逃した3人目の大統領となった。アンドリュー・ジャクソンの国務長官と副大統領を務め、ニューヨーク州におけるジャクソニアン・デモクラシーの組織構造を築き上げたことにおいて重要な人物だった。しかし大統領として彼は経済問題に悩まされ、その任期は1837年の強行に翻弄されることになった。 さらにアルーストック戦争とキャロライン事件等を通じて、イギリスと、その植民地であるカナダとの関係が緊張した。これらが直接彼の失勢によるものだった田舎は、意見が分かれるところだが、いずれにせよ、バンビューレンは4年後の1840年の大統領選で敗退することになった。その後、1848年の大統領選にも、 自由土地党の大統領候補として出馬したが、この時は、得票数第3位で落選している。バンビューレンは、1782年12月5日に、ニューヨーク州の州都オールバニの25マイル南に、位置する、キンダーフックの村で、20人兄弟の3番目として、生まれた。彼の五世祖父のコーネリスは1631年に、オランダから移住した。 マーティンの父親エイブラハム・バンビューレンは、農夫であり、評判の居酒屋の主人であった。父親は6名の奴隷を所有し、アメリカ独立戦争を支持後には、ジェファソニアン・リパブリカン等に入党した。母親のマリア・ホーズは、全夫との間に3人の子供がいた。バンビューレンは、 キンダーフックの粗末な学校で基本的な教育を受け、その後キンダーフックアカデミーとワシントンセミナリーでラテン語を学んだ。彼は作文と和法に優れていた。14歳までに基礎教育を終えると、1796年にキンダーフックの著名な連邦党員の判事であるフランシス・シルベスターのオフィスで法律を学び始める。 シルベスターの下で6年を過ごし、見習い期間の最後の1年を、ウィリアム・ピーター・バンネスのニューヨークのオフィスで過ごした。1802年に学業を終えると、翌1803年に、放送会入りし、25年にわたって、弁護士業を継続した。バンビューレンは1807年2月21日に、キャッツ・キルで幼馴染みで、当園のハンナ・ホーズと結婚した。 バンビューレンと同じく彼女はオランダ系で、その話し方にはオランダ語のアクセントが残っていた。夫妻は5人の息子と1人の娘を設けた。エイブラハムは士官学校を卒業し軍人となった。ジョンはイエール大を卒業し、ニューヨーク州検事総長となる。マーティン・ジュニアは父親の秘書を務め、結核により創生するまで父親の論文を編集した。 ウィンフィールド・スコットは、生後感もなく死亡し、スミス・トンプソンは、父親が、大統領職にあった間、特別アシスタントを務めた。彼らの娘は死産であった。12年間の結婚生活の後、ハンナ・バンビューレンは結核に罹患し1819年2月5日に35歳で死去した。マーティン・バンビューレンはその後決して再婚しなかった。バンビューレンは、 弁護士業で財をなし、政界入りの道を開いた。1800年以降のニューヨーク政界では、選挙において、トーマス・ジェファーソンと、フェデラリストが没落し、共和党は3つの党派、ジョージ・クリントン、ロバート・リービングストン、アーロンバーそれぞれの支持者に分裂していた。1799年以後、フェデラリストはこれらのグループの1つあるいは2つの、連合によって支配されていた。 バンビューレンは、クリントン支持派と連合し、1808年から1813年まで、コロンビア軍の代理人を務めた。また、ニューヨーク上訴裁判所の修正法廷のメンバーとして1847年まで、務めた。役人勤めを経て、1812年に、ニューヨーク州議員、1821年に、ニューヨーク州選出上院議員を経て1828年には、 ニューヨーク州知事に就任。同年の大統領選挙で、アンドリュー・ジャクソンを強力にバックアップし、その論功交渉で、国務長官に就任した。ジョン・カルフーン副大統領夫人、フローリでカルフーンが、ジョン・ヘンリー・イートン陸軍長官夫人、マーガレット・オニール・イートンを認めることを拒否した。ペティコート事件においては、自分とイートンがまず辞任し、その後に、 他の全閣僚が辞任するという案を定義して、事態の収拾に貢献した。この功績をジャクソン大統領に評価され、彼の後継者に指名されることになった。1832年に副大統領に指名され、ジャクソンが2期勤めて引退すると、前任のジャクソンに最も能力が近いということで、民主党の大統領候補として選出された。対抗する 国民共和党は、イギリスの同盟の政党にあやかって、ホイッグ党と命名したが、ウィリアム・ハリソン、ダニエル・ウェブスター、ヒュー・ホワイトと有力候補を乱立させたのが失敗となり、バンビューレンが、選挙人170を得て大統領に当選した。1837年に大統領に就任したが、同年の大恐慌など、在任中に起きた、数回の強慌に対していずれも、 無策で目立った成果を上げられなかった。また、相当な贅沢好きも災いし人気を落とした。前任のジャクソン政権下で制定された強制移住法に従い、先住民から武力で土地を奪った。先住民の一族である、チェロキー族を、故郷から1000キロ以上離れたオクラ浜の原野に追い立てたが、その途上で老人、子供を中心に多くの死者が出たとされている。 この施策に対するバンビューレンの議会における反応は幸福な結果をもたらしました。チェロキーはいささかのためらいもなく移住したというものであった。内閣指名した最高裁判所判事任期の終了後、バンビューレンは故郷のキンダーフックへ戻り、ホワイトハウスへの復帰を考えた。彼は1844年の大統領選挙において候補指名のアドバンテージを持つと考えられた。 有名な1844年4月27日の手紙では率直にテキサス州の併合に反対の意見を示しておりそれは後に彼の敗北に寄与することになったのだが指名を実際に確信するまでを公にされなかった民主党大会でバンビューレンは投票の多数を獲得したが規定に定められた3分の2を得票できなかった8度の投票の後に ダークホースのジェームズ・ポークが民主党大統領候補の指名を得た。1848年の大統領選挙では、バンビューレンは2つの小政党によって指名された。最初は民主党員の党派によって決闘された、バーンバーナーによって、次に自由と地党によって出会った。しかしながら選挙人団投票で勝利を得ることはなかった。1860年の選挙では、 エイブラハム・リンカーンに反対する選挙人に融合を支持した。しかしジェームズ・ブキャナン大統領の南北分裂に対する姿勢を支持できず、最終的にはリンカーンを支援した。バンビューレンは1861年秋に肺炎で寝たきりとなり、1862年7月24日の午前2時に、キンダーフックの自宅で、気管支喘息と心不全により死去した。遺体は、 キンダーフック墓地に埋葬された。現職の副大統領として臨んだ大統領選で当選を果たした大統領は、このバンビューレンの後は1988年のジョージ・ HW ・ブッシュまで148年間現れなかった。またバンビューレンは国務長官、副大統領、大統領の養殖を経験した二人しかいない大統領の一人でもある。 身長は5フィート6インチだった。ありがとうございます。